さあ、千葉ドンバトルスプラッシュ、月火、金さんと千葉の水戸と水野さんと岡村智瀬がガチでバトルということで、今週はですね、岡村智瀬が7月17日日曜日に第2回ランニング練習会を行うということでございまして、ちょっとそれにちなんだものをなんですけれども、肺活量を見るために地獄のピーヤ、吹き戻しがなんと19本もついている。吹いてみましょうか。まあ、こういうですね、あったじゃん、吹き戻しって、息吹くとブルブルって伸びて、ねえ、また戻ってくるってやつ。あれを、15秒ダッシュした後に何本吹けるかというやつ。あとは、一生懸命ですね、お尻をフリフリしてまして、万歩計で測るというものでございましたけれども、さあ、結果はどうなってるんでしょうか。吹き戻し地獄のピーシャラ対決は、月曜日、千葉のみこが19本、水曜日、上村智瀬が15本、千葉のみこの勝利。運でもって、お尻フリフリ対決は、火曜日、千葉信彦が24回、木曜日、上村智瀬が13回ということで、千葉信彦の勝利。ちょっとびっくりする結果ですね。智瀬の方が今、鍛えているんですけれどもね、まあこんなおもちゃじゃね、関係ないか。でもこのね、吹き戻し面白いですよ。こういう音が鳴りますんでね、ぜひぜひ。YouTube でもご覧いただきたい。本当にびっくりするほど吹き戻しがついてますので、19本ついてます。地獄のピーヒャラという名前で、淡路島で作られているということでね、中村千景ちいちゃんのお母さんが送ってくれました。どういう気持ちでこれを送ってきたんでしょうね。ちいちゃん、なんか番組で使いやってことで送ってきたのかな。それでバトルになってるっていうね。これ地獄のピーヒャラじゃなくてヤギの声っていうね。もう一回リリースしてほしいぐらいですね。さあ、ということでございまして、私の勝利なので、千葉のみこと予想していただいた方の中から3名様に千葉の他人粗品を送らせていただきます。首を長くして待っていてください。んでもって友瀬のランニング練習会でございますが、17日日曜日です。17日日曜日、こちらは第2回でございますが、友瀬と一緒にぜひぜひあなたもランニングしてみませんか。参加費は無料となっています。ただ、ぜひ応募フォームでご参加いただきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。グラムで走るんだもんね、と思うんですよね。これは頑張ってほしいですね、詳しくは FM新潟.com のイベントページご覧ください。以上、千葉とのバトルスプラッシュでした。